んにちは、木下ゆうかです。今日はね、ローソンで原骨シリーズを買ってきました。原骨シリーズって知ってますか？原骨メンチっていうのが多分最初に出たんですよ。で、私その時原骨メンチ食べてめっちゃうまいと思って、で、その後原骨コロッケが出て、で、最近原骨クリームコロッケっていうのが出たらしいんですよ。私クリームコロッケね、大好きなんでね、ちょっと食べてみたいと思って今日買ってきてみました。じゃーん、これですね、これですねって言って袋に入ってるから分からんっつうんですよね。なんかクリームコロッケ好きやからこれを2つ買いました。げんこつクリームコロッケが168円、げんこつメンチが154円、げんこつコロッケが135円。ちょっとね、コロッケにしては135円ってまあまあ結構高いですよね。ちょっとなんか全部ちょっと高いですね。でもね、げんこつシリーズ結構大きいんですよ。あー、やばいな、これ何がなんだか分からんくてですね。これです、こんな感じです。どれがどれだか分かんないです。じゃあちょっと食べてみたいと思います。いただきます。とりあえずこの一番大きい感じのやつから食べてみたいと思います。これが、あ、これはコロッケだ。これはコロッケですね。お、やばい、めっちゃ美味しそう。湯気で取る。いただきます。うん、おいしい。ローソンの原骨シリーズってほんと衣がザクザクなんですよ。これはコンビニで作ってるのかっていうぐらいザクザクですね。ソースもかけました。これもなんか一個のお皿に入れればよかったね。なんか微妙ですね、具合が。いただきます。こういうローソンのソースなんですけど、このソースも結構美味しそうですよね。うん、衣がザクザクで、じゃがいもトロトロでめっちゃ美味しいです。で、ね、あとお肉のミンチも少し入ってます。コロッケって本当美味しいですよね。学校帰りとかに食べるみたいな、たい焼きとかね、コロッケとかね、いいですよね。うーん、でもこうなったら分かりました。これがメンチですね。2つ買ったから同じクリームコロッケを。クリームコロッケ楽しみなんで最後に取っておきます。じゃあメンチいきます。出た、ローソンの原骨メンチ。一時期超話題になりましたよね。やばい、やばいです。この肉汁分かるかな、分かんない。いただきます。もうね、肉がギュッてしてます。肉の旨味がギュッて詰まってます。これ美味しい。ソースかけよう。でもそれ、これとご飯とお味噌汁とかでご飯がまかなえますよ。ね、あと一人暮らしの味方ですよね、コンビニは。あなたとコンビニ、ファミリーマートじゃないけど、あなたとコンビニですよ、本当に。美味しそう。美味しそうです。めっちゃうまい。でもメンチ最後の一口です。いただきます。うん、ね、中のメンチはね、分厚いのに程よい柔らかさ。でもこんだけ褒めといて、実は私コロッケの方が好きだったかもしれない。メンチも美味しいですけどね、ちょっと今コロッケの方が私上ですね。そしてですよ、問題のクリームコロッケ残ってます。これ2つ買ってきました。期待してるんで期待してるんで何回言うんだっていう。お、そう、これね、なんかね、私チラッとしか見てなかったからちゃんと見れっつうんですよね。なんかね、エビのなんかエビソースのクリームコロッケらしいですよ。オマールエビ的なエビじゃなかったかな、もしかして違ったら後で訂正テロップを入れとくとします。ほらほら、やばいです。これはもうちょっと高級食材的なあれですよね。いただきます。うん、なにこれ、やばい、コンビニですかみたいな、デパ地下じゃないですかみたいな。168円だけど、これがコンビニで買えるって全然168円の価値あると思います。だってデパ地下で買ったら高いじゃないですか、クリームコロッケとか。それがコンビニで気軽に買えるって、び
敵です。やばい、超うまい。だってほらこんなんですよ、とろっとろな髪が。ちょっとね、これは感動します。大感動スペクタクルです。このクリームコロッケはソースいらない。だってこんな素晴らしいソースが中に詰まっとるんだもん。決まった。え、決まってない。あ、もういい。いただきます。やばい。もたえます、これ。ちょっともう一個食べて、あ、もう終わりかって思ったと思ったら、もう一個あるんです。木下さん、ナイス判断。普通にイタリアンとかで出てきてもおかしくないかもしれない。じゃあもうね、最後の一口になってしまいました。さようなら、ありがとう。ごちそうさまです。いや、これ美味しかったですね。ちょっとローソンもほんとね、デザートとかこういうデリ的な、よくわかんないけど、こういうやつがすごいなって、努力してるなって感じがします。コロッケも本当美味しかったです。新しいシリーズがまた出るの楽しみですね。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。